12月7日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。 辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで人間味ふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。私、皆さんご存知の通りですね、えー、週1回一往復しております、東京大阪間を。はいえー、この番組やるためにですね、月曜日に来て、で月火水と出て、えー、木曜日まで出てですね、はい、木曜日の夜に、 うん、大阪に帰って、まあ週末関西の番組をやって月曜日に戻ってくるということで、えーえー、その東京と大阪の状況をまあかなりつぶさに定期的に見てるわけですよ。はいはい、で、先週末帰りました。で、先週の木曜日の夜にですね、 え私、あの、伊丹空港っていうところに到着してから、家帰るのにですね、中央環状線というところを通るわけですが、中央環状線というところの高速道路を通ってるとですね、中国自動車道になるのかなその中国自動車道から右側に、昔エキスポランドっていう万博の時に、あの、大きな遊園地があったところに、今、巨大なショッピングセンターとか水族館ができてる商業施設があるんですね。で、そこに、あの、赤い観覧車があってですね、あれあ、たまたま赤かったのかいや、いつも赤いのかまあいいや。で、右側にですね、 観覧車があるんですよ。その観覧車に整体する形で、右側に、えー、伊丹空港方面からですね、えー、東に向かってダーッと高速道路を走ってくると、エキスポランドの跡地のところに右側に大観覧車が見えてくるんですね。えー、で、その大観覧車が見えてくるタイミングで左をふっと見ると、太陽の塔が見えるんです。 ほいで何にも考えずに先週の木曜日にだーっと走り出しててあ右に観覧車が見えてきたなこの辺りで左に太陽の塔が見えるよなふっと見たら太陽の塔がなくなっててですねマジックかとよくなんかあるじゃないですか人昔でマジックで東京タワー消しますとかほらなんかそういうのありましたよね最近あの手のマジック番組なくなりましたね,ねそういえばですね確かに私見た一番すごいマジックはですね、はい 万博の時に、あれ電力館だったかな何館だったか忘れましたけど、初代の引田天皇さん、今の二代目の女性の引田天皇いますよね。あれの師匠の初代の引田天皇さんっていう人が、万博の間中にですね、毎日一日何回かマジックやるっていうのがあって、その引田天皇マジックショーを看板にしているパビリオンというのがあったんですよ。 で、私、これに結構日産してですね、<laughs> 車が浮くっていうのがあったんです。車が浮くんですよ。引田天候が車を浮かすんですよ。あ、すげえなぁ引田天候まあいいや、引田天候はどうでも。ほいで、ふっと左見たら、<laughs> えー、あれいつも太陽の塔が見えるところに太陽の塔がなくなって、これ何からマジックかと <laughs>、こう一瞬思ったんですが、よーく目を凝らしたら、暗闇の中に、<laughs> おぼろに赤く浮かぶたあの太陽の塔があって、あ、太陽の塔色,色が変わってるとしか思わなかったんです、まあ、関西のニュースに疎くなってましたから。で、木曜日そのまま家へ帰って、いろいろ情報を見たら、うん、あ、非常事態宣言で赤信号になったから太陽の塔の色が変わったんだとようやく気がついたのが木曜日の夜ですよ。で、木曜日の夜に太陽の塔の色が変わりました。もしかするとその時に右側の観覧車も赤く見えたのは、 私、観覧車の色がい,い,いつもい何色かまでは記憶になかったんですけど、えええもしかすると同じ理由で赤くなってたのかもしれない。なで,ね、で、ニュースを見たら、ええ、大阪の何話のシンボルであるところの通天閣、これも赤く染まってましてね。ねえー、非常事態宣言の発令とともに赤信号の点滅ということで、うん、まあ大阪の主要な施設はこう赤く染まったわけです。それが木曜日の夜なんです。 ととなるとあと金曜日はもう非常事態宣言の中ですよね、うん、で週末も非常事態宣言の中ですよね。えー、で関西の人出がどうなったのかというとですね携帯電話の位置情報をもとにこう人出を調べるサイトがあるじゃないですか、はい、あれの情報に基づくと大阪駅周辺というのは週末の人出は前の週に比べて1割ぐらい少なくなりましたと。 となると誤差の範囲なのか、あ<ー>まあ季節要因もありますから、1割ぐらいは変動するよねって。えー、となると多分大きな、とりあえず先週末に効果はなかった感じがするのが、<ー>こっから先は、ちょっとラジオで言うのはためらわれる話をしますけれども、あのですね、私毎週日曜日、他に予定がないとですね、あの、妻を、 散歩に連れてかないと噛むもんですからよくおっしゃいますよねそうやってねもう妻が噛まないように散歩に連れてくわけですよほいでまあいつも4キロのいつものコースがあるんですが今週末ですねどうもハーフマラソンに参加したいみたいなことをですねいつも噛むのが言い出してですね奥様がいでこれはまあちょっと運動させないと健康にも悪いだろうということで1キロ伸ばしたんですね はい、で5キロ、うん、ね、えー、走ってきてで毎週大体私ルーティーンで日曜日にその散歩連れてとってくるので。<laughs> あのその辺を一周決まったところを回ってね電信柱におしっこさしたりとかこう聞きになってたら怒りますよ聞いてないだろういやいや今日はね多分ね我が配偶者はねどっか仕事に行ってるはずですから大丈夫ですうちもかみさん私よりずっと忙しいですからそうですかはいなんかの先生みたいなことを着付の先生とかですね村ダンスの先生とかなんかわけわかんないことをいろいろしてたりなんかして私よりずっと忙しいんで今日月曜 やばい、ポッドキャストまずい <laughs> そうですよちょっと今のところは削除してお願いしますそういうことで毎週日曜日に散歩に連れて行くと汗だくになるんですやっぱこの季節でもそうするとス数パーセント行きたくなりますよね非常事態宣言がなされてますけれども私基本的に誰にも会わないですし誰にも目撃されないですし話しかけられることもないのでスーパーセント行って一切誰とも喋らずに帰ってくるっていうルーティンなんでこれだと感染拡大さすこともないしうつることもないし。

で、今何をためらってるかというとそ、非常事態宣言の出ている中でそういうところに行くなよって批判が必ず起きますから。で、今ものすごい言い訳しながら喋ってるわけですね。その手の批判が来ることは承知の上ですから、もうあの勘弁してください。<laughs> <laughs> 先言っときます。まで,ね、で、スーパー銭湯に行きました。近所のスーパー銭湯、うんね。大人料金450円です。はいね、で450円のスーパー銭湯に行ってですね。うん まあ以常事態宣言のさなかだからで割と高齢者が多い数パーセントですからまあ、客も少ないだろうと思ったら1階の駐車場満車。 そう 2>, 2階の駐車場いつもガラガラなのにですね結構それなりに車が止まってるわけですよ、えー、あれ嫌な予感がして行きましたスーパー銭湯私何のためにスーパー銭湯に行くかというと、えー、サウナの隣にある水風呂が好きなんです<ー>ただ私肌感覚がひっ人よりも異常に、えー、あの鋭いので、えー、あの私本当に信じられないのがサウナに入ってる親父がですよ、まあ、マナーが悪い連中だとは思うんですけどそのまま汗も流さずにダボーンと水風呂入るのがいるわけですよ。 気持ち悪いからやめてくれと思うわけです <laughs>、ね、でそれ以上に信じられないのが、うんうん、あのサウナで熱くなった体をそのまんま水風呂につけるなんて私は無理です,ですそれ。 心臓止まるんじゃないかというぐらい無理ですよね、それ。ところがね、じゃぼんじゃぼん行く人いるんですよ、すげえな、この人たち。私はサウナに行った後はですね足の指先からほんのちょっとだけ冷水をかけて、ですねもうなんか3分ぐらいかけて、ゆっくりゆっくり心臓に近いところまで上がってきて、そこまで体を慣らさないと、あの水風呂には入れないんですが、でも、そうまでして入った水風呂でも好きなんです、私。あのののサウナの後の水風呂が好きなもんです かかららだ私その数パーセント行くんですね、えー、これなかなかね自宅では無理ですから、えー、ねあの関西方面でですよあの視聴室に自分でススサウナ導入して怒られた市長がいましたけども信じらんないのは、まあ、サウナに入るのはいいよ、うん、ねまあ、よくないですけどま,あ、まあ結局600いくらの電気代返しましたけど <laughs> 600円かよあれねそれ以上電気代返すとですね、えー、いろんな法律に触れてくるんですね寄付とかなんとかなりますから選挙区内の。かだからそのそうう使ったとそう 想定される電気代以上の額は返せないんでいやあれだけ話題になった市長が市にお金を返金しました返金額が600円ですええーみたいな。<laughs> 何が信じられないかというと、はい、あの市長は全身汗だくになった後、ううどうしてたのかと。<ー>それ、頭から洗面所かなんか行って、トイレの洗面所かなんかで水かぶってたんだろうかとか、私はそっちの方がよっぽど気になって。確かにね、そのまま洋服着てね、で,ねで、何が言いたいかというと、そのスーパー銭湯で、えーえー、まあ、サウナ入った後の水風呂が好きなんで、うん、そのスーパー銭湯のサウナ室に入ったら、座るところがない。<laughs> そんなみっちり。満杯。立ってる人が隙間に立ってる人がいるんですよ。そうなん、ね、なる。で、見渡したら全員高齢者。あ、驚きました。かだから、この冬場に感染が拡大している理由はいくつかありますけれども。ええ あのものすごい人みつみつになってて、先週木曜日に大阪府の非常事態宣言が出されて、不要不急の外出はやめてくださいねって、知事があっちこっちのテレビに出て呼びかけてるのにできる大阪なんて閑散としてるのかいやいや、だから大阪駅前の人の移動では、携帯電話の位置情報によると1割減ってるんですが、大阪市内に出てかないか,かわりに、自宅の近所のスーパー銭湯とか行きやすいところに行って、 で私ね、この半年間で、いつも行ってるスーパー銭湯で、えー、あのサウナ室に座るところが全くなくて、立ち客がいるっていうのは初めて見ました。<ー>もう完全無警戒だし、知事の呼びかけなんか全然聞いてませんね。えー、あそうなってる理由は多分、分、うん、まあ私なんかがね、いや、そんなに恐れる病気なんだろうかって、やっぱ適切に恐れる必要があるので、えー、年齢層とかそういうのを考えながらとかとか言うんですけど、はい どうもその数パーセントのサウナ室を見る限り、一番警戒しなきゃいけない年齢層の人たちが現状において全然警戒してないなっていう実感をね、大阪で出て帰ってきて、これちょっと、やばくね っていう印象はありますが。うん、ね。大阪だけの事例じゃないかもしれないですね。いや、今日だから、あの、自衛隊に、あの、看護師さん要請するみたいな話が出てきてますが。ただね、あの、これ一応私、ここで、あの、皆さん聞かなかったことにしといてください。一応言っときますけれども、全国の感染データを詳細にこう分析してると、はい、多分ね、あと数日間はまだ重症者、トータルで増える可能性はありますが、はい、そこから一旦下がりそうな気はします。来週と。というのは、2週間前ぐらいに、はい どうも、あの、PCR 検査等々、ま、今、抗原検査もありますけれども、抗体検査じゃありませんよ。抗原検査ですよ。この辺ちょっと正確に。あの、ま、この番組をずっと初めから聞いてらっしゃる方は、抗原検査と抗体検査を取り違えることはないと思いますが、抗体検査というのはあくまでも、感染したことがあるかとか、ワクチン打ったことがあるかというのの、データを調べるため、ためのものでありますから、抗原検査っていうのはリアルタイムで、その人が今、ウイルスを持ってるかどうかというのを調べるものなんで、だから抗原検査と PCR 検査というのが、ま、一つ対になって、現状において、 ってののを感染状況を調べるものであって抗体検査っていうのは過去に感染経験があるかどうかを調べるものであるとで、まあ、抗原検査と PCR 検査で今、いわゆる感染者っていうのの数字を出してきてますがこの数字を見る限りどこの地域でもほぼ2週間ぐらい前にこれちょっと謎なんですけど理由は分かんないんですけどどうも2週間ぐらい前にピークアウトしてんじゃないのっていう数字が今のところデータから見て取れるので。 で、重症者が減少し始めるっていうか、重症者が上昇し始めるのは、PCR 検査その他の感染者の推移の、だいたい2週間から3週間遅れぐらいでついてきますから。だからまあ、3週間から2週間ぐらい前に感染者数がピークアウトしてると、重症者数も常識的にはあと1週間ぐらいでピークアウトしてくる可能性はあると思いますが、ただ今、今週末に帰った大阪の密密状況を見ると、 うん心配。そうですね。というような話は今日はお祝いしてまいります。わかりました。では今日も株と為替の値動きからです。今日の東京株式市場日経平均株価は先週末から続落です。先週金曜日と比べまして203円80銭安い26,547円44銭で取引を終えました。 朝方は上昇する場面もありましたが、心理的な節目となる2万7千円を前に高値警戒感が根強く利益確定売りに押されました。で、為替は現在1ドル104円10銭付近で取引されています。先週の木曜日のこの時間と比べますと40銭ほど円高になっています。さあ、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです。 4時台には、東アジアの国際関係がご専門、明治大学講師の近藤大介さんに、香港の民主活動家、周停氏実刑判決のニュースについてお伺いします。5時台は、大阪府の吉村知事、自衛隊に看護師の派遣を要請というニュース、改めて考えていきましょう。 さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想などはツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。 そして、シンさん、今週はね、プレゼントあるんですよ。はいはい、何ですか浜田酒造から、本格麦焼酎隠し蔵を2本セットにして、毎日5人の方にプレゼントします。いいですね。ね焼酎私大好きです。そうですか。はい、樽でね、貯蔵熟成した琥珀色の本格麦焼酎隠しぐらは、1994年の発売以来、時代や世代を超えて組み交わされてきました。厳選した大麦を白麹で仕込み、樽熟成

本格麦城中隠し蔵希望とお書きになった上メッセージをお送りくださいご住所お名前年齢もお忘れなく書いてくださいねこれ私応募して当たっても多分無効なんでしょうねきっとねまあ新坊さんにはできればご自分で購入していただきたい,い、はいはい、だから皆さんに当たります <laughs> そうですよな当選者の発表は発送を持って返させていただきますまたご応募は20歳以上の方が対象となりますご応募お待ちしております全くどうでもいい話思い出しちゃった もうついでだから喋りますねもうこんだけあの時間オープニングで押したらもう,う,う,うもうもうねあのですねししす、はい、昔々私の同期のやつが、はい、あの朝番組のテレビですよテレビのローカルの朝番組やってたことがあるんですが。えー テレビなのに朝番組でテレビってまあ一応なこと一応あの見てる人の数はそ,そこそこいるよねっていうのを前提に放送してるじゃないですかほい,、はい、いで、うん、あのその私の同期のやつがやってる番組で朝番組で、はい、まあ結構早朝番組だったんですがプレゼント企画をやって5人の方にプレゼントって言ったら、うん、<laughs> はがきが1枚しか来なくてですねほいで、えー、<laughs> どうするっていう話になって。はい スタッフでみんな持って帰ったっていういやまあそれはね無駄にすることはできませんレビですよ <laughs> びっくりします私もはいあるん、えー、残念ながらこの番組ではそういうことはなさそうなんで結構な競争率になるかもしれませんがあの結構な競争率を、えー、知った上でも応募する価値がありますからぜひぜひメッセージとともに送っていただきた バニラのような香りの<う>はい,い、ねえー、麦上中はい、はい、ぜひどうぞ <laughs> さ写真ボジロズームそこまで言うかこの後は週末のニュースにズームします日本放送がお送りしています新防地ロズームそこまで言うかこのコーナーでは新防さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは先週末から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。 新型コロナの PCR 検査を税別2900円で受けられる民間の検査センターが4日、東京新橋駅前にオープンしました。完全予約制で1日あたり最大780人を検査できます。今年の1月期から9月期までの東京の商業用不動産投資額が193億ドル、日本円でおよそ2兆円で世界1位になりました。 前の年日本は4位でしたインドのテレビ局は6日アメリカの製薬大手ファイザーが新型コロナのワクチンの緊急使用許可をインドの薬品規制当局に申請したと報じました人口13億人のインドでは新型コロナの死者数が14万人を超えています 読売新聞のゴートゥートラベルについての世論調査によりますと継続する方が良いは21%一旦中止する方が良いは57%やめる方が良いは20%でしたもうこのラインナップだと言いたいこと山ほどありますね、うん、あの今結構ね新橋の2900円ってのは超破格で結構 お客さんというか検査してほしいという人が押しかけてるみたいですが、それ以外にはもうちょっと高い値段だったらもうどこのクリニックでもやってる状況なんですが、これ一つ大きな問題があってですね、お医者さんによる検査じゃなくて単なる、あの、検査結果なんで、それが例えば陽性だとしても、行政に報告義務がないんですよ。だから実際に、何人が日本で陽性になってるかというデータは、これだと集計できないということがあって、 まあ多分、陽性になった人はお医者さん行ってくださいねって言われるんだと思いますけれども、いろんな問題はないとは言えないですね、ただ、2900円でできる、そういう時代になっているということです、それからですね、GoTo に対する世論調査、これ、前々から言ってますけど、世論調査すると大体まあ7割から8割ぐらいは否定的な人が多いんですが、この手のことをあんまりね、世論調査で人気投票みたいにプラスマイナスやるのは、 あの、プラスマイナスっていうかですね、評価の判断、判断の基準にするのは間違ってるんで、多数決って時々間違えるんですよ、うん、民主主義って。私はもともと GoTo にですね、えー、そんなにあのポジティブじゃないです、ということを前提にし,、えーうん、します。というのは、こういうことをやると世の中のお金っていうか、物事の値段というのに、 うーんよくない結果をもたらすことがあってですね、これやめられなくなっちゃいますから、そういう値段なもんだとみんなが思い込んだときに、どうするんだっていうことがあるんで、景気刺激になってるのは間違いないですけど、どうなんだろうというの思いは正直あるんですが、ただこの GoTo に関して、いいですか悪いですかと聞いたときに、恩恵受けてる人たち、それはまあ商売やってる人だとか GoTo 行って使って旅行に行ける人たちは、あのポジティブで賛成だけど、俺たち関係ねえじゃんと思ってる人たちは反対に回るわけで、こういうことをね、多数 決で賛成反対の世論調査で決める必要もないし、うん、これ何の意味もないという話はあの後日ゆっくりしたいと思います。中のが私この後にですね <laughs> 用意している話題にどうしても行きたいんでいょちょっと増山さん急いでください、はいはい、お願いします。早朝ニュースこちらです。早朝2から分離したカプセル無事回収。 日本の探査機はやぶさ2から分離したカプセルが昨日午前2時半ごろオーストラリア上空の大気圏に突入しました JAXA はオーストラリアの南部の砂漠に着地したカプセルを発見し回収しましたこのカプセルには小惑星リュウグウで採取された砂などが入っていると見られます ちなみに小惑星とは何かという話なんですが、まあ、簡単に言うとですね、うん、え太陽系って太陽がありますね、ドーンと太陽、自分で輝いてる太陽っていう大きな存在があって、その周りに惑星と呼ばれる、まあ、水金地下木、土、天展水星、金星だとか地球だとかっていうのがずらっと並んでますが、うん、これかなりでっかい天体なんで、それよりも小さい、うん 塵とは言わないけれども、ちりみたいなもので直径数センチとかいうやつは時々あの地球に飛び込んできて、えー、まあ大きな火の玉になったりなんかして、うん、隕石になったりなんかしますけれども、それよりももうあの何十メートルとか何キロとかっていう大きさのものがたくさん実は太陽系にあって、うん、それはちっちゃいから惑星というふうに名前がついてないだけで、そういうものをみんな小惑星って言ってですね、で発見されたら名前と番号をつけるというようなことになってるんですけども、今回のハヤブサ2の話はもういろんな そなととこころで報道されれててますからはは一旦横へ置いとくとしてこのハヤブサ2は前回のハヤブサっていうのはもう途中でエンジン壊れるとか連絡つかなくなるとかボロッボロだったんですがです今回全部がうまいこと言ったんで、えー、今でもすごい元気なんですよ、うん、でよ一応リュウグウからのサンプルを取るというもう目的は果たしたんだけど、えー、まだエンジンのエネルギーも残ってるし なんかあのそのそ小学生に打ち込む銃弾あの銃弾みたいなやつでクレーター作るっていう作業やったんですけれども、はいうん、その銃弾もちょっと余ってるらしくて、うん、じゃあちょっと別の小学生に行ってみようかということでそれで行くんだはいそれで 1998KY26 という小学生なんですがはい、はい、直径がですね数十メートル直径メーートトルル直径ぐらいで えっとね、高速で自転する10分間ぐらいで1回回ってるという話なんですけども、はい、そこにで実はここに何でいくかというと、はい、この小惑星は100年に1回の割合で地球に衝突する可能性がある地球にぐっと接近するんですよ、はい、だからその地100年に1回ぐらいの割合で地球に接近するような小惑星に、まあ、実際に行って銃弾を打ち込むみたいなことができたら、はい、将来これあれまずいぞ地球にぶち当たるぞっていう時に軌道を変えるみたいなことの ことも考えられる<ー>でこの 1998KY26 っていうのがそのこれからあのもう役割を終えたはやぶさ2が残りの燃料で目指す小惑星なんだけどこの小惑星私の感覚でいうと結構やばいっす。えやばいの やばいですこれ1998年に発見されたんで 1998KY26 って言ってですね、えーうん、KY って何かというと、うん、K っていうのはその年の5月に発見された5月の前半かな後半かな何なか発見されたということを意味します、うん、Y26 っていうのはその一定区間の何番目に発見されたかというのを表しているそういう番号で、うん、糸川とかリュウグウとかっていうのは暫定的についたそういう番号の後でついた名前なんですね<ー>だからその名前がまだついてないんですが、えー、何がこのお これやばいかというとですね、はい、暫定的についている名前が 1998KY26 ですかはい、はい、この小惑星はね来るっめないですよ <laughs> ち。ちょっとちょっとズボンでした十 <laughs> 二月七日月曜日時刻は午後四時を回りました有楽町日本放送第とスタジオからっとち郎と増山さやかでお送りしていますさあメールをご紹介しまょょう、はい、墨田区にお住まいの龍吉さん 新型コロナで10代女性死亡の集計ミスがあったというニュース、辛坊、はい、さんは何が原因だと見ていますか何が原因というか、ですね、はい、それ、あの検証せずに発表しちゃった厚生労働省の発表がいかにいい,い,い加減かということで、普通ね、あれ、最初にどういう形で発表するかというと、はい、毎日、ですね年代別の棒グラフみたいなやつをだーんと発表するわけですよ。そ、えー、そのところでマスコミがれれを見た時にあれ 10代で一人亡くなってるよって気がついて、厚生労働省に問い合わせて、これどういう人ですかと。え、なんか持病があった人ですかと。それとも全く持病がなくて突然亡くなったんですかって聞いたら、厚生労働省は最初、そういう個人情報につながることは、あの、公表できませんって言ったんだよ。でなんとか全国から集まってきたデータを検証せずに、右から左にそのまま出しただけで、で、マスコミにそう言われて多分不安になった厚生労働省が、その数字を上げてきた自治体に聞いたら、いや、その人いませんえ。えみたいな。 な,なくなってます、えー、えーみたいな話になってごめんなさいって何時間が後,後に訂正したんだけどはい、はい、そんないい加減な発表の仕方があるかと、うん、そんないい加減なデータをもとに対策なんかそもそもできないだろうともう本当にご指摘の通りですね、うん、ひでえ話です、うんうん、さあそれからですねはい、はい、あもう一つこちらね神奈川県藤沢市の基地と中基地はどちらが上なのかさん基地と中基地は え大吉中吉小吉え吉吉<人>その間に吉を入れてる人あの神社はありますね、うん、だから神社によって違うんじゃないでしょうかっと、ね、答えは今それがそれはねあのラジオネームラジオネームですか、はい、失礼しました辛坊、えー、さんがお話,の先お話を先の回にまたぐのはしょっちゅうなのでいつもあまり気にしてないんですがこれだけは気になってしか、はい、組が始まったばかりの頃昔辛坊さうが 中森明菜さんを激怒させた話をいずれ必ずしますとおっしゃっていたのを覚えておられますか <laughs> 太平洋の彼方に旅立たれる前にぜひお聞きしたいと思っています何卒よろしくお願いしますわかりましたじゃあもう今喋りましょうかこれね、うん、ちょっとね専門的すぎてね一般の方はついてこられないし私もついてこられなくてこの話題で多分理解できるのは三沢さんだけだと思うんですがあ,ですあの中森明菜さんが歌を歌うと、はい、でね妹さんからの結婚式の場で歌う予定だったんですよまあそこで歌うんですね、はい それで事前にミキサーさんにあの歌う歌うときに。 会場に流す音と、オンエアで流す音は別ですから、はい、オンエアの音では歌えませんので、切り替えなきゃいけないんで、イントロが終わる3秒前かなんかに、喋るのやめてくださいと。で、辛抱さんがイントロで喋ってるところで、喋り終わって3秒間で、オンエアで流れてる音と、それから歌、歌手用に流す PA っていうのがありますね、現場の音を。切り替えますからって言ったん、言われてたんだけど、私も新人だったんで、 ギギリギリまでで喋り込んんじゃったんですよ<ー>そしたらミヒサさんが音を乗り換えるタイミングがな,かなくなっちゃって<ー>そのまんまあの,の音源で中森明菜さんは歌わざるをえなくなっちゃったのよ。はいはい、ほいで中森明菜さんはでもねえらいのは何事もなかったように歌い切ったんです。すで,す、ね、で中継がバーンと切れた後、うん なんでこの音源が流れるのよ!」って言って激怒されてお正直私が悪いんですよだから「ごめんなさい」なんだけどその怒りが三木田さんのところにいてあかわいそうそうなんです三木田さん悪くないんだよだけど俺が悪いんだけどさそれで言 妹さんの結婚式だから、ええ、結婚式の雰囲気台無しになるじゃないですか、ええ、だけど中森明菜さんが偉いのは、ええ、そこで一旦落ち着かれたら、ええ、我々にですね、ええ、先ほどは興奮してごめんなさいって言って、ええ、その立食形式かなんかの食事を取り分けて持ってきてきくれたんでどれそっからね申し訳なさもあって、ええ、すごいファンになったの。ええ <laughs> あそう、はい、どうでしょうかこれですっきりしていただきましたでしょうか。かな、うん、りましたかね。まあ要は辛坊さんが喋りすぎたのがね原因だっていうことで怒っちゃったってことです、ね。<laughs> そういうことです。はい、いやー衝撃の事実でした。はい、した <laughs> 番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは z, z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ええー、感想はツイッターでハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今週は浜 だ酒造から本格麦城中隠し蔵を2本セットにして毎日5人の方にプレゼントしますご応募は20歳以上の方が対象となりますのでね、ご応募お待ちしていますさあそれからもう一つここで番組からのお知らせです来週12月14日月曜日からの辛抱二郎ズームそこまで言うかはコロナを止めろ経済を止めるなワクチンから go to まで辛抱の話を聞けという特集企画をお送りします 辛坊さんが専門家とともに新型コロナの現状、そしてこれからを考えます。初日の12月14日月曜日は番組オープニングからですね、橋本徹元大阪市長がこの有楽町のスタジオに登場します。 今年4回目になるんですけれどもね橋本さんの登場なんと辛坊さんと橋本さんお二人がこの有楽町のスタジオにそすね向かい合うのは初めてなんです,です、ね、東京と大阪でやったり、ね、そうそう大阪で二人っていうのは一回ありましたがあれ番組始まる前かななんか一回ありましたけどもこの番組が7月に正式に始まってから、はい、同じ、えー、銀座の有楽町のスタジオで二人でっていうのは初めてですねこれはねまた聞き物ですね よねま、ちょっとしっかり健康管理なさってください。でさらにですね<っ>その来週の月曜日は夜7時まで時間延長スペシャルでこのズームをお送りします。 なんでどういうことそれいいじゃないですかみんながそうそですそれはルノさんですねいやルノさんじゃありませんよ何を言ってんですかということでそのうち怒られるよそうですよいくらいい方でもねはい橋本さんもえ一時間延長そうで橋本さんもいつもより長めに二時間は出ていただくということですね確保してますよ しっかりさらにはですねあの豪華プレゼント企画も帰ってきます世界に一枚しかない辛坊さんのサインと私があのいたずらがきしたもの未来を優秀な成績で出た増山さやかさんのイラストが入っている一点ものですの番組特性クオカード3000円バンクシーよりは高く売れるようになるかもしれないだったらいいなと毎日3人の方にプレゼント木曜日分はもちろん飯田アナウンサーのサインも入っています さらにねもっと先のこといや,いやいやさ再来週のことをちょっとお話ししちゃいますとす12月21日再来週の月曜日からのプレゼント企画第2弾というのもありましてへーへーこちらはですね 元旦に届くといいな出演者全員のサイン入り年賀状プレゼントのお知らせも来週行いますのでそれはあのー、正月盛り上がりますねそう出演者全員ですからあんな方もこんな方も入っちゃうってことですか、ね、えどんな方やそんな方もいや、んぼうさんの大好きなあの方もあ<ー>そのいつも違う名前で呼ばれるあの方も,あとも <laughs> そう入っちゃいますのでね、えー、楽しみにしといてくださいねこの発表も来週ございます詳しいことは番組ホームページもご覧になってください さあ、この後は中国問題にズームしていきます。日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。中国外務省、欧米からの批判に反発。 香港の民主活動家周廷氏らが実刑判決を言い渡されたことを受け、アメリカやヨーロッパから批判が出ています。これについて中国外務省の報道官は4日、香港は法治社会であり、犯罪者の法的責任を追求することは誰かが抽象できるものではないと述べました。 さあではここで東アジアの国際関係がご専門明治大学講師の近藤大輔さんにこの問題についてお電話で伺います近藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますこんにちはどうも近藤さんはい毎回聞いてるかもしれませんけどえ<っ>、なんですか肩書きが明治大学講師になってますよえ、そうですよ番組ごとで肩書き変えてませんえ、学生300人いるんですよえ、そうなんですかそうなんですよ じゃテストやって採点したりするんですか。しますします。え、ね、今でもリモートですか。一番多いんですよ学生。ほ、うん、らリモートですか今。はいそうですズームでやっております。へ大変ですねご苦労様です。<laughs> で今回の周庭さんの長益十ヶ月でしたっけ。ええ。あ長長益金庫どっちですかねこれ。金庫ですね。金庫ですか金庫金庫十ヶ月。はい、どうですかこの量刑は最初聞いた時どういう印象でした。 いや私はですね、あのこれ、3人、あのあれだったんですね、あの江志峰さんってもう一人あのいますね、有名な人が、彼が13.5か月ですね、はいはい、それからあんまり日本ではニュースになっていないんですけど、林民元ってもう一人いるんですよ、この人は7か月なんですね。ほうほうで まあ、あのそれぞれその7か月、10か月、13.5か月ということなんですけれども、結局はですねその中国、もしくは香港当局からすると、ですね、ええ、あの何か月でもよかったと思うんですよ、ほうほう要はですね来年7月1日に共産党100周年を控えてまして、中国共産党ですね、この時までとにかくこうあの表に出したくないっていうのが本音だと思うんですよ。なるほどう だからまあそこまではなんかの伸ばして、ですねそのとにかくその、あのー、あの表に出さないで、それで100周年が終わったら出してくると、そういうことなんじゃないですしょシュウ・テイさんに関しては、はいあのー、確かあの今回の懲役、はい、刑じゃなくて、禁固刑になった罪とは別に、ですね国家安全維持法違反かなんかで別の罪でも起訴されてたりなんかしませんでしたっけ そうですねあの国家安全維持法はですねそのあの6月に施行されたんであのそのあれ結構広い範囲でいろんなことができる法律になってまして、ええ、そのあの十分それはできますねはいこれしゅさんもう一遍国家安全維持法違反でもう一遍適合されてもう一遍別の長い懲役っていうことも十分ある私はそこまではないと思うんです、ね、あそれはないですかはい、はいはい あのつまりもうもう、もう一度申し上げますけどそのどの7月1日の来年の,その共産党100周年、はい、ここさえ乗り切れば、ですね、はい、あのポンポンポンと出してくるような気がしますねなるほどね、はいまあ、それだとすると、それでも良かったとはなかなか言いづらい局面ではありますけれども、まあ、あの今回、ですねこのタイミングで、えー、<あ>3人に懲役金庫っていうのを、金庫錮刑を出した理由は、 何があるんですかね今その中国共産党創建100周年とは別に他に何かありますかえっといやまあですからそのあのとにかくそのあのなんていうんですかねもうそれに尽きるとは思うんですけれどもまあ他にはですねあのそのあの <laughs> やっぱりそのアメリカの大統領選挙がありましたね、11月3日に、それでその後一1月20日に就任するわけですけれども、その間の空白が2か月間あるわけですね、この時はそはアメリカの外交が事実上ストップしますので、この間にですねいろんなことをやってしまおうということがあるわけですねですから、実際、3人を捕まえましたけれども、そんなにそのアメリカは大きく強く出てないわけですね。ええ 今、その,あの移行期間ですから、大統領の、ということを狙ったというのがもう一つあると思います、ね、なるほど。で、台湾問題ともなんか関係してるというような話もああそれはあの長期的に見るとしてると思いますね、あのとにかくそのあの台湾の統一をです、ね、今、習、えー、近平政権、急いでまして、<う>その当初は。 時間が経てばです、ね、その台湾の軍と、あと中国の人民解放軍の差がどんどんつくわけですね、はいはい、中国があの軍拡やってますから、ええ、それで統一しやすくなると思ってたんですけれども、あのこのところの,です、ね、そのアメリカとその台湾の蔡英文政権の結びつきというのが、中国の想定を超えてまして、ほ<う>それで中国としてはもうその統一を急ぐべきではないかという話があのかなり出てきてるんですね。 どうなんですかね私もちょっとそのあたりの軍事力はよくわかってないんですけども、<え>台湾ってまあ、いや、ちっちゃいじゃないですか。ではいはい、台湾の持ってる軍事力と、中国が持ってる軍事力だと思、はい、う、全くの勝負にならないような印象を私は個人的に持ってるんですけど、実際そうでもないんですか あの台湾もですねもうとにかくその、あのあ、ー、ひたすら選手防衛みたいに徹するようにしようとしてるみたいですけれども、ええ、やっぱりその物量でですねどうしてもやっぱりあのー、かなわないですよね、はいで、アメリカがやっぱりそのそこでど,どこまで助けるかどうかと、もそれに突きかかってくると思いますね。ええ、ですから、中国としてはそのアメリカが台湾にその加勢しないということを判断した段階で。 決断すする可能性がありますよねえとなると、何ですか、近藤さんの見立て、近藤さんは比較的、あの中国共産党には厳しくない立場いや、そんなことないいやいやいや <laughs> いや、逆にだから近藤さんの言葉が非常に信用できるのは、はい、どうなんですか、中国共産党の意思として、台湾を武力侵攻、武力統一っていうのは考えてるんですかね。ああのの十分考えてると思いますねあの あのやっぱり2014年のですね2月にあのソチオリンピックはロシアでありまして、その翌月、3月にですねあのプーチン政権があのクリミア半島をあの一気にこうあの占領してしまいましたね、あれがですね非常にその中国共産党の人たちにこう印象深く残ってるんですよああいうことができるんだと。 そうなんですよこれできるんだということで、ですね、えー、で今度、2022年の2月には北京の冬のオリンピックがあるんですよ、はい、でちょうどそのと秋にで、その年の秋ですね、2022年の秋に、えー、第20回目の共産党大会がありまして、はい、そこで習近平あの総書記がその再任されるかどうかというのはかかってるわけですよ、えー、なので、やっぱり強気に出る年なんですね、2022年というのは。 となると、はい、あの近藤さんの感覚でも、もうこの、はい、2022年までの短いスパンの中で、はい、台湾を巡って武力衝突があり得るっていうことです、ね、あり得ると思いますね。あのまあ、だからアメリカがどう出るか次第なんですけれども、アメリカがもう全く手出ししてこないということをです、ね、確信したら、十分あり得ると思います、ね、しょえー、それ、きな臭いっていうか、<laughs> 近藤さん。はい なんとかしてください。やっぱりそのあの日本のですね。今尖閣諸島にかなり中国の公船が来てますよね。えー、毎日のようにこれもですね。中国からするとですね。あの尖閣諸島は台湾の一部だというその主張なんですね。はい、ですから、台湾の統一と同時に尖閣も取るんだというのが。 まあ中国側の主張なんですよなるほどこの間ね、あの中国の大毅さんが日本に来たときに、はい、いや、とにかくあそこに日本の漁船が不法に入ってくるから、中国としては、あの、交戦を入れざるを得ないみたいな言い方をしてですね、日本の関係者を激怒させましたけど、はい、あれはまあ、もう中国の、 あの基本的立場としては、まあ、別に私はにも理解しませんよ、理解しないけれども、中国の立場としてはそうなんだろうなと、でその中国の立場に対して、日本はやっぱりどの程度、有効な反撃ができてると思います、はい、日本はですね、あのまあ、ちょっとその例えばその自衛隊とかです、ね、がどのぐらいこう裏で準備しているかということは存じ上げないんですけれども、えー、そのやっぱりそのあの韓,韓国がです、ね、あの竹島を、 今、あの、実効支配してますね。はい、そうですね。あの支配に比べるとですね、もう全然弱いんですよ。竹島は、あの、日本領でありながら、韓国の実効支配は実際にあそこに人が住んで、軍隊も駐留してるという。そうあの警察がですね、あの、常勤してるんですよ。で、日本の尖閣に関して言うと、どうも私も政権担当者歴代以降聞くんですが、現状を、まあ、今、島に誰も住んでないのは、まあ、みんなが知ってるとして、 日本の自衛隊とか海保の船がいて、ではいえー、実効支配をしてるんだと思い込んでたんですが、実際は中国の船が入ってこない限り、日本の船も領海にいないみたいですね、あれそうなんですよ、そうなんですよ、なんで,でいないのかという理由が、中国を刺激しないためだということなんです、ね、いや、それだったらね、人も住んでない領海内に自衛隊の船も海保の船もないんじゃ、何が実効支配だっていう感じもしなくもないんですがいやおっしゃる、おっしゃる通りだと思いますね。 はい、だから中国を刺激してしまうという理由なんですよね、あの入っていくとですね。だからあの大木さんがあの今おっしゃったようにその言ったのは、日本の漁船が入ってくるから中国の高船が行くんだっていうような論理を言ったわけですね。 ちょっと、あの、今、日本が実効支配している尖閣っていうのはマスコミにおいても、あの、上トークというか決まり文句で、なんとなく多くの日本の人は、実際に領海内に日本の船がいて実己支配してるんだと思い込んでるみたいですが、実際は日本、例えば私の船でですね、 はいえー、尖閣人の領海に入ろうと思うと逆に日本の海上保安庁の船に追い立てられて出されちゃいますよ、ね、あおっしゃる通りだと思いますねおかしくないですかこれ行かれるときは<れ>気をつけた方がいいと思い,ますいや,いやまさまさあっちの方には行かないですけどね私ははい え東の方を目指しますんで、エン,ンエンジンと搬送装置が壊れて、西の方へ流されない限り、そこに行くことはないと思いますが。いや、それにしてもね、それにしても、これ、なんでそんなことになっちゃってるんですかね。 いやですからやっぱりその、あのー、日本はです、ね、やっぱりその憲法上の規制が強すぎるわけですね。はい、だから、自衛隊がその自由に出られる状況にないので、いくら安保法をあの適用してもですね、えー、なのでやっぱりその、なんていうんですかね、やっぱり守りに守りにあの、慎重に慎重にということに走るんじゃないですかねさっきの話ですけども、まあ、来年の1月におそらくバイデン政権が誕生するでしょう、えーまあ、誕生しますよね、えー、そうした時に、はいえー、バイデン政権、民主党政権は、 どうなんですか、まあ、メッセージは明らさまに、いや、まあ台湾に関しては中国が手出してきても反、アメリカ軍は反撃しないよとは言わないでしょうけれども、どんな雰囲気になるんですかね、バイデン政権には。あの中国は、ごめんなさい、バイデン政権ができて、ですねしばらくはですね、はい、あの4つの問題に集中するんじゃないかって見てるんですよ、ほうほうあの一つはコロナですね、コロナ対策、国内ですね、はいはい、アメリカの。はいはい、それから 2、えっと、つ目がそのあのアメリカの経済復興ですね、えー、それから3つ目がその黒人差別とかその差別を和解させる問題ですね、4、はい、つ目が地球の温暖化対策ですね、はいはい、でこれ、どれも中国問題、引っかかんないんですよ。なるほどですから、まあ、短期的には中国をこうなんていうの、トランプ政権みたいにこう襲ってこないというふうに見てるんですね。はい えーうん、その皆さ,ん皆さんというか、あのー、近藤さんがおっしゃることの帰結というか結論を言うと、そういう状況だったら中国はソ連、旧ロシアじゃなくて、今のロシアがクリミア半島を取りに来たみたいに、台湾にある日突然、はい、どんな形で侵攻してくると考えます、あのー、直接、ですねミサイル撃ったりはしないと思うんですね、やっぱり海上封鎖をやってくると思いますね。そは、はあ、それでその 例えばこう、もうあの会場封鎖して、72時間以内に登校せよみたいな形で、もう人民解放軍をあの無血入場です、ね、させるというような方向に持っていこうとしてると思いますね。えー それだけど、今、今4つの条件、状況で、バイデン政権はアメリカの国内問題にかかりきりだとは言,言,言ってもですよ、そこまでされたときに、アメリカが本当に黙って何もしないってことがあるんですかねいや、それはないと思いますね、ですから、そこがやっぱり米中の駆け引きが、また新たな駆け引きが始まってくるんだと思いますね。ああ まあとなると、その前段階として海上封鎖ぐらいまでは、まずはあ、あると考えた方がいいってことですそうですね、やっぱり蔡英文政権が、ですねもう一国二制度は無理だというのが、ですねまあ台湾も一国二,二制度、香港式、あのしたくないと思ってますし、ええ、もう中国も諦めてるんですよ。はあ もう去年の,あの前半までは、一国二制度、あの香港式で台湾を追って呼びかけてたんですけれども、ええもうああの両方とも諦めてるんですね。となると、残る手段としては武力と、そういうことですん はいちょっと近藤さんの力で中国共産党政権を説得してそんなことやめたほうがいいよとかよさんとか100倍ぐらい影響力何やってんある <laughs> 私は何の影響力もありませんがなそれ私はとにかく今あの太平洋横断中にどっかの国に潜水艦攻撃されないことを祈るばっかりですから <laughs> そうですね尖閣に迷い込まないようにそうですね<笑>,もう笑いことじゃないって <laughs> 近藤さんありがとうございました、はい、しありがとうございました明治大学講師の近藤大輔さんでした 十二月七日月曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。恒例の辛坊さんのエンディングリクエストをコーー。先週ね、えー、男性二人で、まあ、デュエットというか、デュオっていうね。えー、特集だったんですが、まあ、今週は。とにかく、あの二人が歌ってるかどうかともかくとして、男性二人で。 えー、音楽活動してる皆さんお届けしようと思ってたんですけど、この週末ね、ラジオ聞いてたらやたらね、ジョン・レノンがかかるんですよ。それでふっと思ったんですけど、あっ、えー そうか。明日12月8日はジョン・レノンの命日だなぁと。で、私、社会人始めた1980年の12月8日だったんで、私、衝撃で覚えてて、その後、あの、ジョン・レノンが殺害されたですね、ニューヨークのセントラルパークウェストっていうところに、ジョン・レノン、小野横が住んでたマンションがあるんですけど、ダコタハウスっていうね、建物なんですが、ここの前見に行ったりとかね、結構ジョン・レノンはそれなりに、で、今年はちょっと意味があるのは、 あの、1980年に殺されてから、丸40年で、で、ジョン・レノン生まれたのは1940年なんで、生誕丸80年なんですよ。だから、いろんな節目で今週、ジョン・レノンかかりまくるという、そういう一週間なんで、そういう時にわざわざこの番組でジョン・レノンかけるのも、なぁと思ったんですけど、やっぱり、 そういうのには乗った方がよかろうと。いいんじゃないですかいいんじゃないですかいいですかーーじゃあ、ジョン・レノン。ジョン・レノンと聞くとですね、うん、まあ、ビートルズ時代の曲は山ほどありますけど、はい、ジョン・レノン一人になってからの活動で、私がパッと聞いて、すぐに浮かぶのが、イマジンですね。<laughs> イマジン。えー、もうこれ代表。大体いいこの曲には一番下にのところにイマジンスタジオっていう、ジョン、小野<ら>横さん、ジョン・レノンさん、ね、ゆかりのスタジオがありますから、やらないわけいかないっしょ。ね、だからまあ、1回目としては、あの、<laughs> ジョン・レノンのイマジン、いいお願いします。はい、お願いします。 さあ、ラジオの前のあなたからのご意見、この番組では24時間お受けしています。明日の放送で扱ってほしいニュースなどでも結構ですのでね、送ってください。メールはズームアッーク一二1 2 4 2 c o m ツイッターもチェックしています。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームであなたからのご意見、お待ちしています。 辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後のズームオンはこちらです大阪府知事自衛隊に看護官の派遣を要請大阪府の吉村知事は今日今月15日から運用がスタートする新型コロナの重症患者専用の医療施設を視察し 不足している看護官について自衛隊に派遣を要請していることを明かしました自衛隊に看護師さん これ、あの、自衛隊では看護官というそうですけどね、<タッ>え自衛官の官ですね、看護官というそうですけれども、全国で約1000人ぐらいいらっしゃるそうですよ。<タッ>でね、あの、防衛医大って今ありますよね。はい、で、防衛医大等を出た方が中心だと思いますけども、医官というお医者さんですね、医<タッ><タッ>官の方が500人ぐらいいらっしゃるということで、はい、で、何が起きてるかというと、大阪はですね、あの、かなり早い段階で、まあ、冬場にはかなり患者さんも、重症者も増えそうだということで、まあ コロナ専門病院を作ったりそれからあのプレハブの重症病棟でこれねもともとプレハブの重症病棟を作った時には政府が緊急事態宣言を出さないとそのプレハブ作りの急増の重症病棟は使えないっていうい一応国レベルのルールになってたんですが大阪府は独自に交渉してでこの大阪府が独自に作ったプレハブの重症者用の施設っていうのは緊急事態宣言が出されなくても使えるようにということでこれはもう話がまとまって使えるようになった なんですが、はい、ベッド数は確保してんだけど、看護師さんが集まらないんですよ。よくね、はいえー、今頃に、今頃何やってんだっていう世論は一部に確かにあります。つまりもう冬になったら患者が増えるってもう分かってたんだから、うん、もっと早く準備しろよっていうのはよくあのネット上で聞かれる言論なんですけども、まあ行政もバカじゃないですから、うん、大阪なんかかなり積極的に、まだ国の許可が得られない状況でも重症病棟はプレハブでたくさん作ったりしてるんだけど、えー 施設はお金出しはいくらでも作れますけれども、そ,そこで働くお医者さんと看護師さんは、そう,そう急に増えないわけですよ。うんうん、で、大阪府は建物を作りました。プレハブで作りました。使用許可も国からもらいました。ところが看護師さんが必要なだけ集まらないと。うん、で、今どうやって集めてるかというと、1ヶ月、月額50万円の給料プラス手当て、うん。はい。どうですかね、感覚的に。50万円プラス手当てと。 いうのはまあ、うん、それなりの待遇じゃないかという気もするんですが、うん、これでも全然集まらないと。 でも、つまり、50万円ぐらいだと、東京あたりだと、まあ、よく頑張ってる看護師さんで、そのぐらいの給料をもらってる人っているんでしょうね。だみんながみんなこの50万プラス手当てもらってるとは思えませんし、大体、あの、額面ってやつと手取りは全然違いますからね。そうですね。だから、給与明細の額面上は50万円になってても、実際手取り、え、こんなにいろんなとこでさっ引かれて、こんだけしか残んないのっていうのがありますから、だから、額面で50万円っていうのが、それほど大して魅力的ではないのかもしれない。 ないいとととうこそれからまあおそらくね、えー、看護師資格は持っていたいたてて持ってるんだけれどももうあの結婚して今家庭に入ってますって仕事してませんっていう人たちはそれなりに数いると思いますよ。でそのうう人たちにじゃあ大阪まで来てくれって言って、うん、大阪まで来てくれんのかとか、うん、<laughs> ねでそれだ50万円プラス手当てだけではなかなか大阪まで行かないだろうっていうのとそれからどのぐらいブランクがあるかによって。 その重症コロナの患者さんを見て、なおかつ重症病棟で人工呼吸器で、うん、もっと上になるとエクモまで使えるかどうかっていうことになると、かなりの技量が現場の現場の体験がいるわけで、そういう臨戦、すぐに,にあのそういう状況で臨戦体制 OK で使えるっていうか、働いてもらえる看護師さんがどのぐらいいるかというのを考えたときに、 施設の数増やすのは、まあお金さえかけりゃ建物作ってベッド作って機械買ってきてはできても、そこで働く人確保するというのが、そんなに簡単な話,話ではない、うん、っていうことになると、まあ即戦力の自衛隊の皆さんにお願いするっていうのは、発想としてはありなんだろうし、自衛隊の皆さんも、あの、自衛隊の皆さん本当にね、私の救助にすら来てくれるぐらいですから、うん、まあ必要とされ、あればどこでも行くっていう皆さんが大半だと思いますけれども、えーえー まあ大変な負担をかけることになるよな、ということで。で、なおかつ、これも前々から、 ずーっと吉村さんあたりと議論してると、えええー、オフレコ、オンレコの話で出てくるのは、ただこれね、ええ、オ,ンオフレコだと、まあそれは本当に大変だね、なんとかしなきゃねっていう話なんだけど、ええ、オンレコで喋った瞬間に一部でものすごい批判を、実は吉村さんが、これも私が悪いんですけどね、私の番組の中で、<ー>いや、キャパが決まってるんだとで。キャパが、それはどんだけ金を使ってやって、 とところで住民と同じ数だけの人間が例えば、仮に重症になったときにそれなんとかカバーできるだけの重症病棟を作れるのかというとそれは物理的に絶対無理だとできる上限は限られているとじゃあそれ、万万万が一そのキャパの上限を超えるあるいは超えそうになったときどうするのかとじゃああのある年齢層であるとかっていうようなことでなんかトリアージっていう言葉ありますけれどもじゃあ優先順位につけるみたいなことをしなきゃいけ ないのかというと公式見解としてはそういうことにならないように感染予防をお願いするし対策を立てていますというのが正しい答えなんだけれども、ね、本気で考えたらでももしそんな時はどうしたらいいかというところはやっぱり担当者としては考えなきゃいけないんだけど、うん、それ考えてますって言った瞬間に命を差別するのかって言って大クレームする人がいるっていうねこの状況はまずいと思うよ、本当に。以以上上ズームオンでしたえ以上、はい お送りしているのはジジョン・ンンレノででイマジンです明日12月8日はジョン・レノンの命日ということで、ねうん、お届けしておりますけれども「夢、はいね、say I'm a d r e 私はただの夢見てる人間だとあなたは言うかもしれないけれども、うん、でも私だけじゃないと、ね、そう思ってるのは、えー、こういう、まあ、今ジョン・レノンがずっと歌ってるこう理想の社会を目指そうよと。 おそらくこの日本放送の地下にですね、イマジンスタジオというあそこの陽子さんのなんかコメントのプレートが埋まってますよね。ということで、うん、今週は明日、明後日、明後日、ジョン・レノンの曲でさあと3曲何にしようかなと。 え、ちょっと真剣に選んでお届けいたします信号チョイスでお願いします<え>さあお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフォーを挟みましてショーアップナイターショーアップスポーツですで、明日朝6時からの飯田康二の OK 康二アップコメンテーターは参議院議員で自民党感染症対策本部え本部長代理の 竹見慶三さん、新型コロナの感染拡大防止と社会経済活動の両立には何が必要なのかどうすればこのトンネルを抜けられるのかなどを伺うということです。で明日の午後3時半からの辛抱治郎ズーム「そこまで言うかは」は不妊治療の現状と課題について名古屋市立大学病院の杉浦真由美教授に伺います。 もう番組終了間際にこんなこと言うのなんですけれども、冒頭お話したハヤブサ2がですね、今後を目指す将来もしかすると地球に激突する可能性がないと言えない、1998KY26 の紹介をしたときに、この惑星小惑星は危ないと。何せ KY だから空気読めないって言ったんですが、これ皆さんちゃんと伝わってんのかな ?KY、空気読めない。以上でした。また明日。